来年10月の消費税引き上げに伴うポイント還元案で経済産業省がキャッシュレス決済の端末を導入する中小の小売店の負担を実質ゼロにする方向で調整していることが分かりました政府は中小の小売店で QR コードやクレジットカードなどでキャッシュレス決済をした場合に増税分の2%分を国が還元する案を検討しています。経済産業省は、 決済端末の導入費用について3分の2を国が残りをカード会社が負担することで小売店の負担を実質ゼロにする方向で調整しているということです経済産業省は消費増税に合わせてキャッシュレス決済を普及させようとクレジットカード各社に対して手数料率の引き下げなどの協力を求めています